いい知らせじゃないみたいだね、ジャービス。ええ、キャプテン・ロジャース。残念ながら。エイムの領地で不審な活動が確認できます。詳細な調査が必要でしょう。私たちが追ってるエイムの輸送車と何か関係ある？ええ、ミス・ロマノフ。どうやらある場所に大量の建材を搬送しているようです。そう。何か建設してるのね。そうです。スペクトル分析を行ったところ、敷地は甚大なパワーの供給源であることが分かりました。何を建設しているかは不明ですが、そのパワーがあれば、どのようなものでも動作可能です。ああ、もう、エイムの拡大を抑えるのがどんどん難しくなってく。黙ってられないわ、キャップ。そうだな。ジャービス、正確な座標は分かるか？入り口の付近までなら。ただ、エイムは施設のほとんどを地下に建設しています。位置情報を送信中です。何があるのかは行ってみるまでわからない。いずれにしても楽ではなさそうだ。準備して向かおう。表層構造にはほとんど痕跡がありません。エイムはよほどこの施設のことを知られたくないのでしょう。あなたがいて助かるわ、ジャービス。些細な情報も見逃さないもの。光栄です、ミス・ロマノフ。間違いなくエイムは私の処理能力に負担をかけています。位置の正確な座標をアップロードしています。接近したことでより正確に対象を把握することができました。この施設には複数の階層がありエレベーターでつながっています。何階ぐらいありそうだ？断定できません。5階以上、10階以下です。他のエイムの拠点とは一味違うってことね。そうです。パワーの消費量を見るだけでも嫌な予感がします。入り口をハットに表示しました。エイム部隊は施設の入り口を警備しています。対処してください。この施設のエネルギー指数は驚異的です。ターミナルへ行けば中に入ることができます。かかってきなさい。ビンタが開始。Yeah!
るぞ。何があるか見てみましょう。ローカルファイアウォールを迂回してみます。どうやらここは何らかの建造施設のようです。調査を続けてくれ。はい。面白いことにネットワークの傍受通信によれば、あなたの存在がエイム科学者の反乱に拍車をかけそうです。分かったわ。ハッドに表示された位置へ向かってください。やばい、悪い奴らが来たよ。絶対これらの敵を撃破してください。どうだエイム。ねえみんな、まずい状況なんだけど。5分休憩だ。倒れたぞ。キャプテンがやられた。ありがとう。ストライク。ショーラ、立て。グラシアス。やられた。救助に来たぞ。やってやれみんな。Yeah.
しました。もういないみたいだね。最近、何か新作は書いたの？あんまり。書いてたことが現実になると難しいなって。下水道の悪の高木の話、続きがあるんだけど、読んでみる？ああ、もちろんだ。エイムのパワーコアを破壊してください。ターミナルを使用してください。こちらでセキュリティを突破します。パワーコアを全て破壊してください。完璧です。パワーコアは停止しました。このままじゃまずい。
ありがとう。エイムのパワーコアを破壊してください。ターミナルを使用してください。こちらでセキュリティを突破します。パワーコアをすべて破壊してください。停止しました。パワーコアダウン。ただのかすり傷だ。仕事をサボるな。ただのかすり傷。やられるなんて。もう大丈夫だ。ねえ、おっと、こいつは良くないな。こっち、ちょっと。ちょっとやばいかも。ありがとう。全てのパワーコアを破壊しました。お見事です。俺もまだまだいけるな。それじゃあニューヨークに5年いたんだな。コニーアイランドのルチアのピザは食べたか？ああ、パイナップルのやつを食べた。うまかったぞ。それ冗談だよな。エイムの科学者たちがエイム部隊と交戦中です。彼らは組織からの離脱を求めているようです。支援をお願いします。もう終わり？
ちょっと残念。科学者の安全を確保、脱出できるよう回収地点の座標を送信します。スターク、しつこいな。な、いい響きだろ。ハッドに表示された位置へ向かってください。
気をつけて、悪者が来たよ。これで片付いたぞ。これらの敵を撃破してください。Yeah!
撃破しました。さあ一休みするか。施設の心臓部へ侵入しようとしています。よし、ここを二度と使い物にならないようにしてやりましょう。同感だ。エイムのエリート部隊は付近で厳戒態勢をとっています。発動を更新します。気をつけて、悪者が来たよ。エリート部隊を全滅させる必要があります。エイムのエリート部隊は付近で厳戒態勢をとっています。発動を更新します。悪い奴らよ。エリート部隊を全滅させる必要があります。戦闘員を無力化しました。
の部隊は鎮圧されました。あれが最後だったようだな。あらましはジャービスから聞いた。君たちが見つけたデータの断片には見覚えがある。私が囚われていた時、モニカはハイブを建設しようとしていた。工場兼実地試験施設だ。さらにデータを集めてくれれば、その計画を阻止する方法が見つかるだろう。現地での製造が全てオフラインになりました。現地って他にも工場があるってこと？ローカルネットワークには他の工場ハイブの情報もありますが、詳細は不明です。ハイブだって？できるだけ破壊しないと。このままだとシンソイドの戦闘ユニットが違法で製造し続けられることになる。